どうも、こんばんは、エヌムです。今回は、青霧襲来難易度 S 登場ですね。というわけで行きましょう。まあ、フレンドはね、SSR アキラでまあいいんじゃないでしょうか。もう最近はこれが定番じゃないんかな。なんか、あれだね。ブルカルで言う、なぎりぜが来た時だね、これは。あれに似てるね、あの感覚に。最高。とりあえず、二式貯めたいから、ただね、二式がどれだけブレイクの、あれ持ってるかわかんねえんだよな。あ、ダメだね。歌でこれか。一回、貯めさせて、ザコが貯めさせて、ここで、リゼじゃねえ、アキラ打って、もう、こいつ、リゼって呼んでいい？もう、実質リゼじゃねえ、せーの。これ、これ、これと。はい、オッケー。で、次、何フロアだっけ、これ。あ、2だね。オッケー、オッケー、オッケー。で、ここで一回、二式を覚醒させたいんで、覚醒させ、これ、あれかな？アキラ一発で飛ぶかな？飛ばねえだろ。飛ぶのか！こいつのブレイク性能舐めてたわ。まあいいや。ここ、あれだね。溜まるんで、一回二式のカグネを出して、そう来なくっちゃ。これで一回、アキラ下げますか。アキラ下げて打ったらダッシュの、ちょ、ラグったな、今。ぶっ飛べ！ザコが、これでね、まあ、スキブ溜まってほしいんですよね。まあ、溜まんねえか。次、十蔵あたりを、ブレイクのあれやらして、あれ？エトいたっけ？あれ？エトいたっけ？前回。いや、記憶が曖昧なんだけど、あのね、ノロはいたんだよね。ちょ、なんか、なんか、エトやばそうだな。やだな。ちょっと待って。タタラ先やった方が、いや、でも、アタッカーの、わかんねえ。ちょっととりあえず、あれやるわ。ノロやるわ。なるほど。なるほど。ノロ硬いんだね。まあ、言うてこれか。ちょ、ピオラそう。とか何してくるかわかんねえな。お、ピヨピーヨ。ピヨピーヨのなんか信憑性あんまないんだけど、なんか、これどうしたらいいんだろう。ちょっと待ってね。ああ、重蔵全然入んねえ。でもこれでやるそうなんだよね。これでやると、アキラがね。まあいいや。ちょ、とりあえず、ぶっぱしますか。吹き飛べ！ね、言うて13万。ああ、3分の1程度ね。ああ、なるほど、なるほど。ブレイクはあいつしてっから。とりあえず、歌出し。硬っ！ふざけんな。まだ、タタラの方が柔らかいな。ゲージ長いけど、全然タタラの方が。ぶっ飛べ！あ、歌のスキル打ってよかったか。まあいいや。で、その後、ノロ動きすぎじゃない？タタラにウチの、これどれぐらい減るんだろうか。あ、オッケーオッケー、これ2式でしばけるね。しばきーの、あー、ノロかな。ノロ、よいしょ。これのスキブじゃあ多分あれだよね。これ、ああ、これタタラに打ってもう一回貯めれるな、二式。うちの、とりあえずね、これ濃紺はあの個人的な感覚だけど、いけそうとかいうちょっと舐め腐った意見を。よいしょ。ああ、これ微妙。いけ！オッケー。相手がピヨってくれてるからまあまあまあって感じだな。これエトに打ってももったいないよな。あ、でもアキラのブレイクならまあまあいくね。まあちょエト減らしておこうか。あの3人が並んでる姿あれだな。ああ、ブレイクさせられちゃった。オッケーオッケー。エト動かないんだけど。あいつあいついる意味ある？またピヨった。これ確率だよね。高、確率高くね。これでどんだけ減るんだろう。タタラに打つか。いやー、どうしよう。タタラブレイクさせなくてもどうせ死ぬ HP だからな。スキブで2式一発打っちゃ死ぬから、ここエトにしますか。声出るんだけど。ボイスありかよ。
まさかのボイスあり。まさかのボイスありですか。ガードしてくんなあいつ。あいつ妙にガードしてくんな。あーたまんなかった。俺てっきりたまると思ってたんだけど。んざこが勝た。おい待て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 、聞いてないぞ。えと勝てえぞ。とりあえずタタラに死んでもらおう。さようなら。重蔵のバフ使いてえんだけど、タタラが硬すぎ、タタラじゃねえわ、エトは硬すぎるから、ちょっと重蔵のバフ使って、ちょお前動かないでそれ以上。キョッ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 、バフ使えるねえ。あーノロが怖いな。ちょっとノロが怖いんで、こうやってこうやって2式貯めて、あと2式何ターン持つんだ、わかんねえ。あと2式何ターン持つんだろうか。ドン20万。オッケー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 。わあこれなんか濃混できそうな気がするぞ。ちょっとテンション上がってきたぞこれ。全然効かない。あいつめっちゃガードするし。でガード貫通のアタッチメントあったっけな。ちょ待って、動かない。トウじゃねえよ。何これ、アタック 50%。 しかも流血はまずい。まあお前もう一回ピヨっとけよ。おお危ねえ。いや本当に全然減らないんだが大丈夫かこれ。いいよ。アキラでどれぐらい減るかなんだよなこれ。あ全然減らなかったわ。とりあえず歌使おう。いったー、かわいいな。んざーこか、ほんとに減らないんだけど。いけ錦、お前の力見せてやれ。おらオッケー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 、いいぞ。あっ重蔵あいつガードガードガードしてくるのがあれだな。 50% 流血、あーまずいぞこれは。流血ってどれぐらい減るんだっけ。だいぶ減らなかった、ガッツリ減らなかったっけ。そんなことない。流血ってダメージじゃない。さてはこれでなんかピンチですよ。あーこのターン決着はつかねえな。いやー流血まずいぞこれ。ちょっと待って、流血でやられるワンチャンあるな。ほいこのターンで決着をつけたい。2匹を貯めれば勝ちだよ。考えろ。歌うちの。ここでアキラを、アキラの出てくるタイミング、どれだけ減るかなんだよね、あいつが。頼む、めちゃくちゃ減ってくれ。うわ、微妙い。微妙い、微妙い、微妙い、微妙い。重蔵3発打って、2匹3発で飛ぶかな。2式3発でブレイクさせて、で2式のスキルって終わりなんだけど、うわこれ飛ばねえわ。流血で死ぬ。ぶっ飛べここか。流血で死んじゃう。いや待って、動くな動くな、頼む動くな、お前動くな。よし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 。お前混乱最高か。あれあいつブレイクした、あブレイクしたのか、忘れてたわ。ここちょっとアキラうちの、いやこれ混乱打っとくか。もうこれ次確実に流血死ぬから、アキラうちの、いやここで飛ぶでしょさすがにねえ。ここか。嘘、ちょっと待ってよ、動くな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 。あくそチェックショそうじゃん今の。いや今ノーコンできたって、こいつ硬すぎなんだよ。吹き飛べ、いいね、そうこなくちゃ。じゃあ俺がね、
アタッチメントをねつけてくるか迷ったんだよ。吹き飛べって意識スキルじゃねえし、あのアタッチメントつけてくるか迷ったんだよね。なんだっけ、こんな自己顕示欲の表れだっけ、なんか何ターン目から攻撃力アップするみたいな、それをつけてくるか来ないか迷ってなんかいけるかなと思ってつけてこなかった。あれあったら普通に勝ってたな。やられましたこれは。はい、というわけで S、 まあ、まあ実質勝ちでしょこれ。負けてないわこれ。うん、そうそう、ちょっとここに来る前に、店はここに来る前にめんどくさがって、重曹だけ誰かに自己顕示欲の表れかなんかをつけるの渋ったから、あれ認識につくんだっけ、ちげえアタッチメントか。あ、これアタッチメントって取り外せるんですかね、誰か教えてくれん。これこれか、あ違う、これ世界卵、まあこれでもいいんだけど、これか、なんだっけ、自己顕示欲どれ、あれ自己顕示欲どれ、あもうつけてんのかな誰かに。あこれか、これ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 、これを、あ自己顕示欲か、現れ、これをねつけようかと思ったんだけど、まあまあもういいかと思ってつけなかったんだよね。これをつけてたら普通に勝ってただろおいというわけで実質負けじゃありませんだけどお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。